はじめに水の事故についてお知らせします。夏は海や川など水辺で遊ぶ機会が増える季節です。そのため今回は海や川で遊ぶ際の注意点を紹介します。一つ目は、危険な場所には近づかないことです。海や川では急に深くなる場所や流れの激しい場所に遊泳禁止などの標識で案内されていることが多くあります。危険な場所を避け、安全な場所で海水浴や川遊びを楽しみましょう。二つ目は、体調不良やお酒を飲んだときは泳がないことです。睡眠不足や疲れなどで体調が優れないとき、お酒を飲んだときは泳がないようにしましょう。三つ目は、悪天候のときに海や川に入らないことです。天候の変化に注意し、悪天候の時やそれが予想される時は入らないでください。4つ目は、子供を一人にしないことです。子供は水深が浅くても溺れたり、波にさらわれたり、思わぬ場所で事故が発生しています。子供から目を離さないようにしましょう。もし溺れている人を見つけたときは、直ちに119番通報をして救助を求めます。海や川などでの救助は、救助者が巻き込まれて溺れるケースが多いため、単独で迂闊に救助に行かないようにしましょう。浮き輪やペットボトルなど、捕まって浮くことができるものがあれば溺れている人に向けて投げ入れましょう。さらにロープがあれば投げ渡し、岸に引き寄せてください。次に台風についてです。毎年7月から11月を中心に、台風による土砂災害や河川の氾濫など大きな被害が発生しています。備えとして、まずは洪水ハザードマップを利用し、避難所を確認しましょう。洪水ハザードマップは、大雨により堤防が決壊した場合の浸水範囲や深さ、避難場所などの情報を分かりやすく示したものです。他にも、土砂災害ハザードマップや津波ハザードマップもあります。災害対策に役立ててください。次に、熱中症についてお知らせします。これからの季節は気温の上昇に伴い、熱中症になるリスクが高まります。気温が高い日、湿度が高い日、風が弱い日、急に暑くなった日は熱中症に注意しましょう。また熱中症は、気温などの環境条件だけではなく、体調や暑さに対する慣れなども発症の原因となります。体調の悪い人、持病のある人、高齢者や幼児、肥満の人、暑さに慣れていない人は特に注意してください。熱中症は予防が大切です。予防法としては、日傘や帽子をかぶり、涼しい服装で過ごす、水分をこまめにとる、暑い時は無理をせず日陰などを利用して休憩する、水分を取るときは塩分の補給も忘れないようにしましょう。万が一、あなたや周りの人が熱中症になってしまったら、落ち着いて対処しましょう。熱中症の症状は、めまいや立ちくらみ、大量の発汗、手足のしびれなどです。呼びかけて反応があれば、涼しい場所に移動させ、衣服を緩め、首や脇の下、太ももの付け根を冷やしましょう。もしも呼びかけに反応がない場合は、すぐに救急車を呼び、
応急処置をしながら待ちましょう。最後に射水市消防本部から3つのお願いです。1つ目は救急車の適正利用です。救急車の台数は限られていますので、本当に救急車を必要としている方に救急車が届くよう利用をお願いします。救急車を呼ぶべきか緊急性に迷う場合は、シャープ7119の救急相談窓口もあります。2つ目は消防団員の募集です。射水市消防本部では随時消防団員を募集しています。消防団に興味のある方は射水市消防本部までお尋ねください。3つ目は住宅用火災警報器についてです。平成23年6月1日からすべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務化されています。まさかの火事、住宅用火災警報器で助かる命があります。また定期的に点検し、10年を目安に電池の交換や住宅用火災警報器を取り替えましょう。以上、射水市消防本部からのお知らせでした。